そりゃ成績。なんだ？何？ああ。お主が、むむ、長い間眠っていたものだからびっくりしちゃったのだ。参ったのだ。私のこと無視しないで。やかましい。お主のせいでラグノア。私のせい？あなたは誰？我が輩は数万種類に及ぶ魔法のロアを持つ偉大なる。ちょっといくらなんでも長すぎ。なんだと。まあいい。とにかく一体何を言ってるのやら。我が輩は先ほどの次元ポータルまで行く途中にはメカモンスターどもがうようよしてるのだ。お主うるさい。お主はレミというのだな。よかろうレミ。ちょっとなんで。ほれ、その手に持っている。うっ、なんか。そうではない。言うなれば、なんだかメカモンスターどもに出くわしたら。キャ、途絶えた道はダッシュで越えていけるのだ。左ダッシュボタンを短く押すとショートダッシュ、長く押すとロングダッシュになるのだ。ここでひるむようではこの先には進めぬ。お、やった。お見事な。かっちょいいものを一つ見せてやろう。キャー！わーはっはっはっは。すごいね。それがそもそもポータルを開く、がっかりするでない。本格的な戦いを始める前に。さて、これでメカモンス。これで全部なの？強力な武器とか。自分の人生は自分。あまり欲張ってはダメな。ちょっと、なんで目をそ。せめてもの慰めにプレゼントを一つやろう。これは体力を満たしてくれるポーションなのだ。我が輩のサポート役としてな。はぁ、あ、ほれ、さっさと行く。ビリビリ。ここはラグノア。この世界の平和と発、その中でもここは魔力の根源と次元と。マスター様？わからんのだ。ある日。え？急。とにかく
マスターがおられないラグノアは危険な場所と化したのだ。だが我が輩に残っているま、そんな、我が輩がポータルがある場所まで案内するの。ところで、チョコレートエクレアの作り方、モンブランのマロンクリームの美味しさをさらに引き出す方法。イラスト付きで結構詳しく書かれてるね。一体何のことなのだ？あんたの中身、適当にめくって読んでみたんだけど、ほとんどデザート作りのレシピみたいだよ。あんたのマスターってよっぽど甘いものが好きだったんだね。レミ、元いた世界での友人関係はどうだったのだ？このメガネ、もともと目が悪いから小さい頃からかけてるんだけどね、みんな私に勉強教えてって寄ってくるんだよね。だから騎士だからな。ふむふむ、そこは予想通りなのだ。いった！なぜ叩くのだ？口は災いのもとって言葉知ってるかな。どうしてロアが召喚する料理はデザート以外はまずいものばかりなの？我が輩は偉大なる大魔道書様なのだ。料理なんぞを召喚するよりもっと大事な役目を負っておるのだ。ここに来てデザートばかり食べたから絶対太っちゃってるよ。デザートポイントをたくさん貯めると我が輩の体力も回復するし、後で意外なプレゼントがもらえるかもしれぬのだ。うむむ、魔力を宿した動力の数から見て凄まじいパワーを秘めてる気がするのだ。体力が落ちてるよ。ポーションが欲しいんだけど。体力が落ちてるよ。ポーションが欲しいんだけど。ここに来てもうかなり経つよね。みんな心配してるだろうな。そのことなら安心して良いのだ。
ラグノワの時間はレミがいた場所よりも早く流れるのだ。レミがいた世界の時間はあまり進んでいないはずなのだ。あ、じゃあ私ここにいると家族より早く年取っちゃうの？帰ったらみんな変わってないのに私だけ老けてるとか？元の世界だったら。ドアは私が元いた世界で何をしていた？そうではないのだ、レミの。しかしね、ビビってない。はいはい。それで我が輩は偉大なる図書レミの世界のことを理解、挿絵のある本は少なかったのでまだイメ。おお、そういえば、うち話しかけても返事がなかったのだ。レミと違って。あのさ、本当にレミは人の話を聞かないやつなのだ。今何かおっしゃいましたか、バカボロボン様。我が輩はバカボロボンじゃないのだ。我が輩は偉大なる大魔導書なのだ。すっきり爽やかなレモネードが飲みたい。偉大なる大魔導書様なのだ。
魔法、メカモンスター、それに宙に浮くおしゃべりな本だなんて、まるでファンタジー系のゲームだよね。ファンタジー？ゲーム？何なのだそれは。は、ゲームは遊ぶやつで、ファンタジーは現実じゃない想像の世界ということかな。ふむふむ、ここは現実の世界なのだぞ、遊びではないの。ローと言ったよね。あん、ビク。我が輩は偉大なる。うん、ビクビク。どうして口ごもって。急ぐ。お腹空いた。下に落ちたらどうなっちゃうんだろう。落ちないように気をつけるしかないのだ。空中を切らしてはダメなのだ。うん、分かってるよ。でも次か次に出てくるんだもん。
けど。よし、助かったわ。ゼニュアの下の方にはラグノワきっての有名なリゾート地があるのだ。ロハ、デザートを独り占めにしてひどいよ。我が輩の魔力を回復するには仕方がないのだ。魔力が足りぬのだ。デザートを摂取してほしいのだ。魔力が足りぬのだ。それらは我が輩の魔力の回復、もしくは後々デザートポイントとして使われるからつまみ食いしてはダメなのだ。デザートポイント？何それ？後で一発逆転を狙えるかもしれないのだ。ゼニュアは天空に浮かんでいるので星なのだ。ラグノワの外へ退避せずに。ひょっとして、ドラゴンはまだ研究が進んでいない種族なのだ。さっき通ってきた。はっきりしてることはマスターと頻繁に我々の目についたり。ロアのま夜には無数の星々を見ることができるのだ。
ここら辺のもの全部ぶっ壊してから行こう。そしたら気分がすっきりしそう。なぜ、なぜそうも凶暴なのだ。勉強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 。ここにもともといた人たちってどこ行っちゃったの？我が輩がポータルを開き、ラグノアの外へ全員安全に避難させてやったのだ。おっほん。みんなどこかで元気に過ごしてるはずなのだ。これくらいならまあいいんじゃない。ねえ、どう？我が輩がいつ、ふーん、みく、集中するのだ。敵はさ